どう,うどう,うん何の話題だから春井さんの作成した答弁書にはあのー、親友のポンちゃんがまずまず最初に皆さんに説明しておくポンちゃんとは障害者であるっていうその頭から始まって <laughs>、うんまあ、答弁書にはねえ H さんが親友のポンちゃんのことを障害者だとか、うん、あクソ野郎だとか。 クソ野郎とは書いてなかったけど、まあ、とにかく障害者を差別するようなことをばり増言を浴びせてるから僕は友達としてポンちゃんに言いましたあんな女やめといた方がいいよって絶対ポンちゃん幸せになれないよそれでも H は、うん、ポンちゃんに絡み続け僕はポンちゃんを守るために彼女と戦いました その中に確かにお互い言い過ぎた部分はあったかもしれませんしかし向こうの訴状には僕がチビ「ちびはげかっぱ」「性病」と言われた事実が記載されてませんそれはおかしいちなみに「かっぱ」とは頭の皿がはげていることである <laughs> っていう答弁書を見た あのポンちゃんが「うんえこんなん事実と全然違うし」うん「SS は俺のこと障害者だ」とかってバカにしてばっかだったし「こんなやつ友達でも何でもないし」っていうツイートを <laughs> あげられてる春木さんは、うん、<え>後々になって大後悔するんだよないやちょっと違うと思う後悔はしてないんだよねうん こんなはずじゃなのにっっいつもあの税務署の時もね絶対これは経費で通るんだってで周り,周りがどんなに「うん、いやそれは無理だぞそ,れそ,そこまで経費は」って何でもかんでも経費になるもんじゃないぞって言って「お前本当そんなあの税務署入ったら大変なことになるぞ」って言って言ってくれる人は散々いたけど、うん、そうやって言ってくれる人に対しては「うん、お前らはその法律を知らない」って言って。 うん、僕は会社の社長一応これでも社長やってるんですよつって税理士にも相談したことあるんですよ YouTuber ーーのなんとか広,広税理士も言ってましたよって言って最終的には税務署に入られて青ざめる、うん、そして吉しに支払わせるでもその吉居が払えなくなってきてるらしいからな、うん、いつまでもあると思うな親と金 春るさんはポンちゃんにここまで言われて何のために堀田と関わったのじゃあ堀田ゃんと堀田さんと友達になりたかったんだと思うよ <laughs> 不器用だから春るさんって、うん、まあまあまず間違いなく堀田さんと友達になりたかったんだと思うよ <laughs> でポンごときが友達になれるんだったら俺ならもしやみたいな <laughs> にやみたいなねちゃみたいな 不器用なんだよ。